イメラジオです。令和3年も年の暮れとなりました。この年の暮れ、政治では新しい岸田内閣がすでにグダグダになりつつあり、経済もそれにつられて低迷していますね。株価だけは2万8000円前後けれど、この行方はなかなか読みにくいでしょう。哲学、宗教、歴史、そして文学、幅広い分野でこの年の暮れもリスナーの皆さんに世界をさまざまな側面から見ていただきたいと考えています。令和3年年の暮れ、夢ラジオの放送にご期待ください。